日本テレビ番組対抗果合戦は1977年1月2日と1978年1月1日に日本テレビ系列局で正月特別番組として放送された日本テレビ制作の音楽バラエティ番組である正式名称はおめでとう日本テレビ番組対抗果合戦で1978年版は 日本テレビ開局25年記念番組の一つとして放送された。当時の日本テレビ制作番組に出演していたタレント約200人が番組ごとにチームを組んで出場し歌合戦を繰り広げていた正月特番。出場者たちは各々の趣向を凝らした衣装を着て参加していた。司会は当時日本テレビのアナウンサーだった徳光和夫と福留伊佐夫が務めていた。 収録は2回とも中野サンプラザで行われた。優勝チームにはハワイ旅行がチームメンバー全員に贈られた。この他にも準優勝、チームワーク賞、熱演賞、アイデア賞などの9種類の賞があり、それぞれの該当チームに贈られた。この正月特番のノウハウは、翌1979年から放送の正月特番番,番組対抗格手芸大会へと受け継がれ、 司会の徳光と福留も引き続き同特番を担当した。なお、1981年10月7日に放送された日本テレビ初の騎士特番81秋全番組総出演、劇場、オールスターで番組対抗の歌合戦が復活したものの、こちらはわずか1回で終了した。いずれも日本標準時、当時の日本テレビ制作ドラマのうち、 グランド劇場は本特番には参加していない。また、元祖天才、バカボン、ルパン三世、新、巨人の星などのテレビアニメも参加していないが、このうち、ルパン三世は1980年に放送の第2回番組対抗各資芸大会に参加した。ありがとうございます。